じゃあブランディング作ってください。はい、どうぞ。帰りますどうぞって言ってほとんど作れないじゃないですか。分からんよ。じゃあブランディングってレシピってあるの話ですよね。ブランディングのレシピ、まず何を切ってとか作ってくださいよ。えそうでしょ。これが皆さんほとんど分かってない。この3つのものからブランディングって生まれるんですよ。3つのもの、はい、ね、1つ目はこれ機能的なブランド、機能的なブランド、はいはいはい、ね、2つ目は情緒的、感情だよね、うんうんうん、で3つ目が自己表現的なブランド、うん、この3つに分かれてブランディングって構成されてるんですよ。はいはいはい、はいはい、で機能的ブランドっていうのは普通に機能ですよね、うん、だからAmazonは機能的ブランドとしてブランドが確立されて、はい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 、それがバリュープレミアムになって2000円を生み出してるね、うん、これが機能的だと思うんですよ。なるほどね、はい、で逆に、まあ、これ言ってしまえば USP みたいな話なんでね、うんうん、Amazon で言うと3タップぐらいで買えるじゃないですか、はい、ね、欲しいって言ったものを検索からね、うん、楽天だと5タップとか、あの、めんどくさい時には10タップと か、まあ、かかる時はなんかメールでのやり取りが必要だとか、ね、そういうめんどくさいことがある、うん、そういうところをあのまず機能的にブランドが、うん、まず Amazon の方がシンプルだよねっていうブランドができてるんですよね、うん、で次に情緒的ブランド、この情緒的ブランドって何ですかね。情緒的っていうのは分かんないの。情緒的って分かんないですか。情緒的ブランドって何だと思います。感情的なブランドなんだけども、ナイキとか、まあ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 、それもいい例だよね。違う、あの、なんとなく例えば、うん、ドンキホーテってなんで行くのかな。何でも売ってる激安ジャングルだから。ああ何言ってんの。めちゃくちゃやろ。まあまあそうなんですね。何かっていうと、ドンキホーテに人が行くのっていうのは、うん、商品を求めていくっていうよりは、うん、ワクワク感を求めていく、まあまあね、何が置いてあるか分からない激安ジャングル、それがブランド価値なんだよね。確かにね、分かるよね、うん、だから普通の意味の分かんないカフェよりも、うん、スターバックスを選んでしまう理由っていうのはこの落ち着いたしっとり感っていうような感情的なブランドがあるから、これはスターバックスを選ぶわけですね。さっき言ったように、うん、このスターバックスっていうのは情緒的にブランドを作ってるから150円他よりも高く売れてるわけ。そうか、分かるよね、はい、でこれはしっかりそのブランドを伝えられてる、うん、じゃあ例えばですよ、うん、ね、あの情緒的っていうと、じゃあルイ・ヴィトンとかさ、うん、バーバリーとかそういうなんかハイブランドはどうなんだ、はいはいはい、あのバーバリーってさ、産業商会っていうところが権利買い取ってそこで今まで作ってたんでね、うん、はいはいはい、その時にちなみにあのブラックレーベル、ブルーレーベルってなんかバーバリーってあるじゃないですか、うん、バーバリー の、うん、あのまあ、権利、ブランド権利っていうのを産業商会が使って、はい、それで産業商会が日本で展開してるっていうのは、うん、でもその権利が切れちゃってる、はい、でこの切れた後に売り上げどうなったかと、うん、バーバリーって歌ってた頃は約、1000億円ぐらい売り上げ超えてたんですよ、ね、年商として。でもバーバリーっていうのを、うん、あのもう権利使えなくなっちゃったよと言って、その後の売り上げ、うん、全くデザインも一緒、うん、ロゴだけが使えなくて、うん、その後もその産業紹介っていうバーバリーは使えないけども、ブラックレーベル、ブルーレーベルだけでやってた、はいはいはい、ね、その後の売り上げって600億円になっちゃった。うわ、半分近く、半分近く下がっちゃって、うわすごい、これほど一つのロゴのブランドであるわけなんですよ、うん、これ無地も一緒だよね。これは何でかって情緒的に違う、はい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 、みんながあの感じてるものが違うからっていうことですね。まああるよね、それぐらいあるんだ。それぐらいこの一つのこのロゴには価値があるっていうのが、これが情緒的ブランドの作り方、はいはいはい、まあ、作り方というか価値っていうところね、うんうん、で最終的に自己表現的っていうのは何かっていうと、うん、これは当たり前、匂いであったりとか、匂い、色であったりとか、はいはいはい、あとはあれだね、まあ、あの 色っていうと、じゃあ MUP の色って何色ですかって言ってみ、せーの、紺だよね、まああるよね、うん、これなんでかっていうと絶対的に紺色っていうのを統一して使ってる。確かに。でも普通のお店とか行くとさ、うん、色がバラバラで、あなたのメインブランドのメインカラーは何ですかって聞くと、従業員すらも統一して答えられない、まあ、難しいな。従業員が答えられないであれば、うん、まあ、無理だよね。で例えばうちんちとか行くとさ、毎回あのシャンパンの匂いがする、あのシャンパンなんだっけ、あの芳香剤使ってるじゃん、はいはいはい、あれの匂いっていうのも全部統一してるよね。そうか、あれもやっぱり全てを統一するっていうところの心構えだったりとか、うんうん、スタンスっていうのが一個ブランドをコツコツ作っていくような重要なところなんだよね、うんうん、だからこれって例えば中途半端にはブランドって作れないですよ、うんうん、コールドストーンだっけ、コールドストーン、あのアイスクリーム、ね、ありますね。コールドストーンっていうのはワクワク感を生み出すために、うん、情緒的ブランドを生み出すために歌ったりするじゃないですか、うん、その歌うっていうのを、まあ、国によっては違うんだよ。フィリピンとか行くと、はいはいはい、もう
モール中みんなダンスするんだよ、あれ知らないでしょ。あの YouTube とかでコールドストーンフィリピンとか調べたらすごいダンスしてるから。そんなにすごい、1個のアイス頼んだだけで。そう、ディズニーランドみたいな。めちゃくちゃ迷惑やん。そういう風に徹底してみんなで従業員が同じような色、同じ匂い、同じ行動、同じ文言、全てを統一した時にこのブランドっていうのは出来上がっていくわけです。なるほどね。だからブランドを作るのっていうのは一つマニュアルが必要なんですよね。こういう風にやっていくわけです。竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。